はい、今日は仕事が休みのとある日の朝です。今からスキレットを使ってフレンチトーストを作りたいと思います。はい、はい、今日は食パンと砂糖、はい、このストッカー容器もダイソーで買ってきました。はい、あまり砂糖を使わないので小さい容器でも全然大丈夫です。と卵と、今日はヨーグルトを少し入れてみようと思います。今使っている包丁とまな板も以前紹介した100均のものです。まず、はい、食パンを四つ切りにします。で、はい、このようにこのストッカー、小さい口と大きい口と選べます。とっても使いやすいです。あまり甘いのは苦手なのでこれぐらいにしておきます。そしてヨーグルト大さじ2杯ぐらい、はい、そして混ぜます。この泡立て器も100均で買ってきました。小さくて使いやすいです。はい、大さじ1杯の水も入れます。この計量カップも便利でいつも使っています。混ざったらパンをつけます。はい、パンを漬け込みます。はい、このように少し漬け込んでおきます。
できました。はい、今日はフレンチトーストと目玉焼きとウインナーを食べようと思います。はい、フレンチトーストなのに箸で食べます。はい、いただきます。おいしい。はい、ちなみにこちらのプレートもダイソーで買ってきたプレートです。300円だったと思います。はい、はい、今日は100均の道具を使ってフレンチトーストを作りました。過去の動画でも100均の便利グッズの紹介をたくさんしてますので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。このトロトロの黄身が最高。